21位サヌキとの勝ち点差は6と苦しい戦いが続く最下位カターレ富山、8試合ぶりの勝利を目指し19位ロアッソ熊本を迎えました。まず仕掛けたのは熊本戦ここ10試合勝利がない富山。4分中島翔也が果敢に狙います。対する熊本は5分園田のインターセプトから高柳が狙っていくと、26分には仲間のロングパスから澤田に決定機。しかし惜しくも枠を外れます。ホームで押され気味の富山は37分国吉のクロスに中島翔也、こちらも決定的でしたが先制とはならず勝負は後半へ。後半もアウェーの熊本ペースで進みます。49分高柳のミドルシュートはクロスバーを越えますが、なおも攻める熊本。52分斉藤の落としにヤブ、豪快なミドルで1対0、熊本がヤブの今シーズン6ゴール目で先制します。その直後熊本にアクシデント、先制ゴールのヤブが富山の伊沢に左手を踏まれ、56分中山雄斗との交代を余儀なくされます。しかし流れはやはり熊本でした。74分セットプレーの場面で富山の秋元が途中出場牧に対し危険なファールを犯したとしてレッドカードで一発退場、熊本に PK が与えられます。この PK を牧が冷静に決めて追加点。牧はこれが嬉しい加入後初ゴール。このままリードを守りきった熊本、アウェー10試合ぶりの勝利を飾りました。